も今日は髪がボサボサなので、ボサボサ、各自のツインテール。こんばんは、やっほー。もうさっきさ、トラブルがあってしょぼくれてますしょぼくれてます。私なんかツインテールの気分でもないかもしれない。なんかね、クローゼットに服を直してたんですけど、思いっきり肘をぶつけて、なんだろう、なんかこう服を直すじゃん。そしたらこっち側に半開きの扉があって、そこに無理ガンって肘がぶつかってもうしばらく動かなくなって腕が、っていうことがあってた。待って待ってって、腕が、でももう全然動くもう動くので安心してください。その時だけ。月曜日、クローゼットの絵文字がないじゃん。ないかな。タンス、棚、あ、ないんだね。なかった。ポスト、配信中のポストした。今日も一日お疲れ様です。いかがお過ごしでしょう、この時間。そう、結局もうタンスも棚もクローゼット系もなかったから、ドアと椅子の絵文字つけてポストした。広島桜開花したん？そう、まだ見てないや。
まだ見てない。もうそんな時期でも、そうか、もう3月もね、ラストの週だもんね。あっという間じゃないですか。そうなのね。茶髪じゃないじゃんって茶髪じゃないじゃんって。あれはウィッグ、いや分からんよ、これがウィッグかもしれんこれがウィッグかもしれん。あれがウィッグでした。肘の絵文字ならあったんかな。肘の絵文字ってあるっけ。あ、なんか肘、肘ってあるかな、どうなんだろう。山井さん、ペンギンありがとう。前髪長いねって。そう、今日はあのヘアアイロンをしてないので、元の長さこれです。普段は巻いてるからちょっと短くなってるけど、元の長さはこれですよ。コーラさん、星10個ありがとう。今週ずっと雨なんだ。雨で桜が散らないといいよね。で、どうしよう、咲いたばっかでもう今週の雨で散っちゃったら悲しすぎん。明日雨すごいの。ケンちゃん、ペンギンありがとう、ありがとう。ゆずきちさん、星10個ありがとう、ありがとう。そう、薄化粧だねって。今日は薄いね。あ、そう、明日クラコン出ますので明日くだらないともね、出演させていただきます。くだらないと、生配信、今急遽手元にあった新しい串を開けてる。入口、ね、クラコンいつぶりかな。意外と久々かもしれん。忙しいんだなって。なんか明日はすごいね、なんか秋の時間が、微妙な秋の時間が いっぱいあって、どう過ごそうって感じです。一旦これ家に帰
帰るかみたいな帰ってもみたいな空きがちょこちょこあるのでどう過ごそうかなという感じではありますけど、なんか「ハニー&ロイヤルゼリー」が配合されててサラサラになるらしい。サラサラになっている気がする。ブラッシング。なんかもうすごい今日外跳ね。どうしてん？どうして内巻きになってくれないの？今日はアイロンをする時間が朝なかったのでせずに行ったの。だからかもだからだと思う。助けて、今日レッスンでやった曲がもうずっと私歌いそう本当に歌いそう。危ない。歌いそう。どうしよう。いやどうぞじゃないんですよ。今日はひなさんの卒コンのレッスンでした。ね、すごいね。なんだろう、歌いたくなっちゃう曲なの歌いたくなっちゃう。聞いたらわかる。歌いたくなっちゃう曲なんですよ。え、何の髪にしようかな。そう、ネタバレ厳禁よ。もうダメだ。なんかもうずっと喋り続けとかんといけん。ダメだダメだ。三つ編みは絶対に違うよね。津波は絶対に違う。昨日はねめっちゃ寝てて、普通に昼ぐらいまで寝てて、それですでに12時間ぐらい寝てたんだけど、起きてからちょっとしてから気づいたらまた寝てて、夜で。だから
昨日の夜はもうさ全然眠くなくて眠れなくて、だから今日朝起きなきゃいけなかったんだけど、2時間3時間2時間とかしか寝れなくて、逆に眠いという悪循環でも休みあるあるかな。でも前日ねすごい寝てたからいいのか悪いのか。でも今日とかもうだから眠かったから分からん、あるある。あるあるかな。え、そう、自分の髪はできるんよね、三つ編みとか。人の髪はちょっとできんの。ちょっとでも練習したい。人の髪もできるようになりたいです。え、でもそうなんだ、桜が咲いてるんだね。見に行きたい。桜の季節がまたやってきたの嬉しい。スパイファミリーのお菓子、そう、サーヤンと一緒に、あ、失敗した。まあ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 、今日お昼休憩の間にサヤンヤンと一緒に買い物に行ってさ、お昼ご飯を買いに行って、サヤンがスパイファミリーの、何だったんだろうあれ、シール入りのお菓子買ってて、でボンドが欲しいって言ってて、今開けたらボンドじゃなくて、ロイド・フォージャーさんが出て、どうやら欲しかったものと違ったらしくて、気づいたら私のねポーチに入ってたそのシールが。さん、あれ？そうだから、そう、今もポーチに挟ん、ポーチじゃないやスマホに挟んだら笑ってました。ヤンさん、さあヤンは面白い、見てたら面白いから結構眺めてる。
なんかレッスンの時さ、今日振りが急遽あ、こっちの腕じゃなくてこっちの腕からでって変わったところがあって、それがしばらくサーヤンの中で多分急遽変わったからさ、馴染んでないっぽくて、踊りながらずっとなんかカウントでね2回あったんだけど、2回ともその振りのとこになったらなんかんみたいな顔してるの。だからそれを私見てて、確かに急遽変わったからなんか違和感だよねって思って、レッスン中なので全然そんな話してないんですけど、私は見てて、して最後ね、あの曲でやるときはちゃんとすごいもう完璧にやってて、んって顔もしてなかったから、あ、馴染んだんだって言って観察してました。急遽変わったというか、なんだろう、え、なんかも変なことになっちゃった、結局ツインに戻ってるじゃん。急遽変わったというか、間違えてというかね、こっちからって教わってたけどこっちからでしたみたいな、え、すごい、もう無意識にしたらダメだな、デジャブ。一周回った、ようちゃんさん綺麗、ありがとう。はい、ずっと回ってる、なんか永久期間になってるかも、無限ループかも。またほら、またこれしてるやん、どういうこと、またこれしとるやん、これを、いや絶対的に違うよね、絶対的に違う、ピンが、でもピンは今手元にないのでできません。もう髪型は気にしない方向性でいこう。あ、ダメだ、曲が流れてくる、助けて。結構ノリノリな曲だからもう流れちゃう、やめて。ミラーボールありがとうだけど、今ミラーボールはまずいよ。つよぽんさん星10個ありがとう、ありがとう。そう、その曲振り入れだったからさ、今私の頭に流れてきてる曲、家出るまでとかも準備しながらとかもずっとリピートで聴いてて、頭に流れてきてしまいます。
じゃん。ねえ、もう今週末、みちさんの卒コンは今週末ですね。ね、お話し会もありがとうございました。もう10枚目シングルの話し会が、ラストだったね、この前で。皆さんの、なんだろう、なんて言うんだろう、お話し会は直接いろんな言葉とか思いを本当にたくさん伝えてもらえて、私も話せて、本当にそれに支えられた期間でした。やばいまたついにまたついにしてるけど大丈夫、もういい、分かった、もう動かさん、もう私はこの髪笠を動かさないから安心して、もう今日はボサボサなんで、ツイン以外はちょっとごまかせんから、もうこれで行くことにしました。これでいきます。これでいきます。形状記憶させたもん、これ。3週目やばいやばい、3週目だったんだ。もやし生活さんめっちゃ可愛い、ありがとう。もうやる前からわかるけど絶対に今日ウィンクの調子が良くないです。あ、思ったより良かったごめん、なんか一人で盛り上がったカレーさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。あんまり良くなかった。ようちゃんさん可愛い、ありがとう。10個。だって今日は今のが初ウインクだったからさ、絶対調子悪いやんって思って、したら思ったより良かった。自画自賛。ツインク、ほう。
ほうほう。そっか、お話し会やってから、お話し会があってからさ、配信してなかったので、お話し会の時の話しようかな。ツナさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。今ちょっと気合を入れて、ウインクした。そう、あの日さ、私ウィッグをつけてたんです。今の何だろう、何色なんだろう、あれはちょっと茶色、書いてたっけな、ベージュみたいな、ブラウンベージュみたいな色のウィッグをつけててさ、で髪の長さも結構ロングめの、だいぶロングめのねウィッグをつけてたんですよ。そう、だから絶対みんなこれびっくりするぞって思ってワクワクしながらお話し会1時間目ね始めたんですけど、なんか思ったより気づいてもらえんくてさ気づいてもらえんくて、えみたいな、今日シークレットって書いてたけどそれなどういうテーマみたいな、え私何か違和感ないですか、ちょっとえ分かんないかな、えでまた次の方ね、え私今日違和感ないですか、いや今日もえ、かわいいよって、えっ次の方、え、今日私の髪ちょっと違いませんって、あ、確かにカチューシャ、あ、ツインテール似合ってるね、そうってなって、珍しくあのなんか昨日、そう昨日じゃないな、そのお話し会の日ポストしたのポストしたんよ、写真撮って、そんなって言って、そういうそんなでした、あのポストはね。だからあ、でももちろんあの気づいてくださる方もいました。いましたよ。あれ？髪長いね。髪茶色いね。で、たくさんいらっしゃいましたけど、でも全然思ったより違和感がないみたいで。え、でも色はなんかね、オンラインだったら光の当たり具合とかでさ、ちょっと照明がさ黄色っぽかったりとかあるから分かりづらいなって私も思った。そうね、光の加減とか、そう聞いたら光の加減かと思ったって言われたりあったので、そうね、ありましたね。
そうちょっと後悔した、これもっとそういっそね銀色とかのさフィックにしとった方が分かりやすかったなって思って、後ろのパーテーションが保護色になってた。そうね、もうちょいね、もう本当に金髪ですみたいなだったら多分どうしよう、それでも気づかれんかったらそれだったら気づくよね、さすがに気づくよね。そっか、え、そうなんよ、私的にはえ髪型違うじゃんみたいな、え、あ染めたのみたいな、エクステつけたのみたいなとか、あ今日ウィッグそういう感じなんだみたいな、今日はそういう雰囲気変えるイメチェンの日だねみたいな、そうなるかと思ったんですけど、なんかちょっと思ったより違和感がなかったみたいで、でもあのポストしたりした後からは結構もう気づいてから来てくださる方もいらっしゃったので、いらっしゃいました。そうなんや、だから私今回のお話し会、前回のお話し会シークレットってしてたんですけど、本当のシークレットもう誰にも気づかれんシークレットになりそうで、なるところでした。そうね、私もともとの色が真っ黒ではなくて、光の当たり具合とかによって寄ったり黒い服着たりしてたら茶色っぽくなったりあるので、そっか、じゃあもうちょい分かりやすいね、分かりやすい色にするべきだったな。でも久々のロングリンでした。でも逆に言うと意外と違和感がなかったらしいので、え、あと3分、あらという間、よかった。今日のレッスンの曲を歌わずに、歌わなくて乗り切って、あれぐらい長い髪の時代もでもあったよね、いつ頃だろう、2年前とかかな、結構長かった気がするけどね、どう、あんなに伸ばすことはあるかな。じゃあ壇上を読ませていただこうと思います。13位 IKKO さん、12位ドウの剣さん、11位カズさん、最後に楽しい、10位もやし生活さん、9位コーラさん、8位ヤマイさん、7位ケンちゃん、6位ジュリーのつよぽんさん、5位ツナさん、4位ゆずきちさん、3位かずささん、2位ようちゃんさん、そして1位お疲れさんです。ありがとうございます。気づいたら私なんかなんか三つ編みになってるえ、気づいたら三つ編みじゃない、
あ、そして明日大吉の方は恋してカープさんです。おめでとうございます。ごめん、ツインテールで形状記憶させたつもりが最後には三つ編みになっておりました。じゃあね、月曜日お疲れ様でした。ゆっくり休んでね、頑張りましょうね。明日も無理せず、いつでも応援しています。それでは